イーストヨーロピアンシェパードイーストヨーロピアンシェパードは、ベラルーシ原産の牧用、軍用の犬種である。ロシア語名は、ベロールスカヤ・オフチャルカ。1920年代に、ドイツからジャーマンシェパードドッグが輸入された。これを、ベラルーシの気候や厳しい自然環境に適合させるために改良して作られたのが本種で。 数十年をかけて地元の牧羊犬種や五畜犬種を計画的に掛け合わせて作出された。本種は多目的に使用される犬種である。ジャーマンシェパードと同じく牧羊犬として羊の管理を行うほか、森畜犬として羊を泥棒から守ることにも使われた。また、私的で訓練をよく飲み込みことから警察犬や軍用犬としても広く活躍した。 第二次世界大戦が起こった際には、頭数が減少して、絶滅の危機に陥ったが、冷戦が始まると優秀な能力を買われて、ソビエト連邦の KGB に正式な軍用権として採用され、繁殖が推薦されて、第二次世界大戦後の動乱期を乗り越えて生き残ることができた。国境地帯の警備を行ったり、スパイを探し出して監視したり、 危険人物の追跡を行ったりなど、数々の重要な役割を任されていた。冷戦終結後も作業権や警察権として、ベラルーシやロシアなどで広く使用され、近年はペットや消毒としても飼育されるようになってきた。しかし旧ソビエト連邦の加盟国以外ではほとんど飼育されておらず、不思にもまだ公認されていない。一見すると、 ジャーマンシェパードと似たような姿をしているが、それとは、まず、マズルはそれより先細りで長く、筋骨流々でがっしりした体格をしている。背は平らで、関節疾患にかかるリスクを軽減するため、後ろ足はカーブしていない。コートは厚いショートコートで、防寒性が高い。毛色は、ブラックタン、ブラック、ブリンドル。体は角張っており、 体高が74センチメートル程度、体重が48キログラムと、サイズはジャーマンシェパードよりも大きい。性格も若干異なる。これらがジャーマンシェパードとイーストヨーロピアンシェパードとの主な違いである。耳は立ち耳、オアサーベル型のタレオである。力は強く、身体能力が高い。性格は忠実で知的、勇敢であるが、警戒心が強い。 しつけの飲み込みや状況判断力、学習力が非常に優れているが、ジャーマンシェパードと同様で、主人にしっかり服従させることができていない場合は、反抗的になり、しつけを受け入れてくれない。主人が危機に直面した際、それが本当なのか、演技なのかをはっきりと見分けることができるほど洞察力が鋭い。家庭圏としては、基本的に有効的であるが、 見知らぬ人や犬にはなかなか心を開かない。小学校高校学年以上の子供であれば、主人がいない場所でも一緒に遊んでも大丈夫ある。小さな子供が接する場合、万が一のことを予防するため、必ず犬の主人がその場に付き添うことが必要である。運動量は多く、かかりやすい病気は股関節形成不全、分離不安、ボルトン病などがある。ブラックイーストヨーロピアンシェッパードは、 イーストヨーロピアン、シェパードの変種である。イーストヨーロピアン、シェパードブラックとも呼ばれる。本質的に、ブラック種はイーストヨーロピアン、シェパードの色違いであり、性質も全く一緒の同一種である。しかし、警察犬などとして繁殖が行われる場合、稀に別の犬種としてブリーディングされることがある。ブラック種は、漆黒色の体から警備犬や警察犬として人気があり、 クレムリン宮殿のパトロールに使われる警察犬は伝統的にこの犬である。各国の畜犬団体からは、ブラック種が完全にイーストヨーロピアンシェッパードと同種であると見られていて、一つの犬種として独立することはまずないと言われている。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役生分道振興者、2007年。ありがとうございます。